モホリナジラースロー。モホリナジラースロー。モホリナジエル SZL。モホリ NLA。スロー。1895年7月20日から1946年11月24日は、ユダヤ系ハンガリー人の写真家、画家、タイポグラファー、美術教育家。モホイという表記も見かけるが、これは綴りに対する誤解に基づくもので正しくは、モホリである、表記について参照。 本名は、ベイスラースロー、ワイズ LSZL。国を超えて、美術の世界で活躍して、影響を与えた。ハンガリーのバーチキシュクンケン、BCS、キスコーンメイジェイ・バヤ軍、バジャイ JRS バーチボルショード村、バックスボーサット KZS、グラム生まれ、ブダペスト大学で法律を学んだが第一次、世界大戦に出征して、手に負傷して帰還した。 当時の戦友は彼は詩人であり、豪の中で死を作り、戦争を嫌って泣いていた。手の負傷もおそらく彼の帰還を願う心が自ら作った行為であろうと言っている。その後絵画を研究した立体派や表現派に興味を持ち、前衛雑誌に参加したり、1887年から1967年のグループの前衛雑誌に参加するなどして、 すでに構成主義的な芸術表現を志向していた。政治的流動化、ハンガリー、ルーマニア戦争のためにドイツに亡命した後は美術家として数年活動した後、バルター・グロピウスと出会った1923年教授となり写真を中心に建築、工芸、絵画、彫刻、舞台装置など広い分野にわたって制作活動を行った。 写真やタイポグラフィーを積極的に基礎教育に取り入れるなど革新的なアイデアを用いバウハウスの教育方針に影響を与えたバウハウス創書の一冊として1925年に刊行された絵画写真映画マロレイフォートグラフィーフィルムは美術界に大きな影響を残した1928年にバウハウスを辞しベルリンに 自分自身のデザインスタジオを開設した。1929年2月には、ベルリンのクロール歌劇場で、オフフェンバック作曲の歌劇、ホフマン物語の舞台美術を担当した。1933年、ナチスが政権を獲得したため、その後はアムスティルダム、ロンドンで美術評論やデザイン活動を行い、1937年にアメリカへ亡命した。アメリカでは、 シカゴにニューバウハウスを設立し、バウハウスのデザイン教育理念を新天地アメリカに根付かせようと、本創、1944年にはシカゴデザイン研究所に発展させた。ここでの教育方式は、イリノイ工科大学に引き継がれ、石本康博をはじめ日本人も多く学んだ。彼はこの地で志半ばで、白血病により死去することとなったが、理念は現在まで残っている。 写真家としては、前衛的かつ実験的なフォトグラムや、フォトモンタージュなどの写真作品を多く制作し、ドイツ振興写真、ノイエフォトノースの一人として世界に名を馳せた。バウハウスにおいて、写真の分野が流星を誇ることができたのも、モホリナジによる、積極的な作品の発表によるところが大きい。1946年史の直前に、動きの中の資格、 ビジョンインモーションを、出版、視覚芸術に関する名著として知られる。写真に関しても記述があるが、絵画、写真、映画の構成主義的合目的性より、より社会的、心理学的な要素が大きくなっている。ナジの諸説の影響は、アンリカルティエコール・ブレッソンの初期作品、エルンスト・ハースによる写真の創造性としの関連における思考に見られる。現在、 ハンガリーには、彼の名前を冠した国立モホリナジュ芸術大学、ガール。ナジラースローという自らの名がありふれていたため、自分が育った、現在は、セルビア領、バーチ・ボドログ条件、BCS、バドログ・バルマジー・全ン軍、全体 JRS も、ホルチョー、モーホル・ナグヨコセグの長名を、形容詞に、モホリ、モーホーリーを作り、それを古風な表記に変えモホリナジ、 モホリ、ナジという二重性を作り名乗った。日本では彼の名前の表記が複数ある。日本においてはハンガリー語を元にした、モホリナジ、聖夜、モホイナジ、語読、ドイツ語を元にした、モホリナギ、英語を元にした、モホリナジのような複数の表記が並存すると思われ、今後いずれかの読み方に一本化される可能性は低いと考えられる。 ハンガリー語でリーは通常は J と発音されるため、ハンガリー語ではモホリは、モーハフジと発音されるとの誤解が、ハンガリー人も含めて存在するが、実は、末尾の Y は、母音の愛の旧字体で、彼が育ったモホル、モーホルの出身者という意味のモーホリーを古風に表記しただけであるので、実際の発音は、モーホリー、モホリである。基本的には、 ハンガリー人であるために見出しは、モホリナジラースロー。なお彼の本名ワイズ、バイスの読みも、バイスとするのはドイツ語読みで、この場合はハンガリー語読みで、ベース。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。